すい感じの車となっております。はい、で、フロントマスクの従来型を、搭載した2段ヘッドランプが特徴な感じになってるんですけど、上の方がシグネチャーランプとなってまして、下がメインのねハイビームロービームのヘッドライトということになっております。で、ウィンカー、マム EQ となりまして、フォグランプもね LED タイプのものが採用されております。本型のフロントグリルも採用されて、非常にね、かっこいい迫力のあるカウスということになっております。はい、そしてサイドビューはこのような感じになります。全長少し延長されたということで、5ナンバーサイズでありながら使い勝手の良さ、居住性なども向上しているという感じになっているようです。そしてギアビューの方、このような感じになります。5ナンバーなんですけど、やはりこのデザインが採用されたことによって、車格以上の大きさを感じられるスタイリッシュなデザインになっているなと思います。ホイールの方も15インチの専用のアルミが採用されております。全体的にかなりね力強くクールな印象になっております。じゃあ、車内の方見ていきたいと思います。はい、乗り込みまして、車内の方がこのようなデザインということになっております。はい、先代と引き続きセンターメーターが採用されておりまして、メーター右側にはマルチインフォメーションディスプレイカラーのものが、採用されております。そしてヘッドアップディスプレイも採用されておりまして、こちらもカラーのものが採用されているようです。はい、そして紙パックも入る感じのドリンクホルダーが左右に一つずつ設けられておりますし、ステアリングの奥には収納がありまして、全方位モニター対応の純正ナビが採用されておりまして、こちら選択しますと USB のジャックも採用されるということになります。で、隣には ETC のね装着のスペースが採用されております。バンディとね収納もいっぱいあって使いやすい感じになっております。そしてヘッドランプオートの位置がデフォルトという感じになっております。そしてワイパーの完結のスピードコントロールも採用されております。そしてステアリングも前代と同じく扱いやすい感じのステアリングスイッチのレイアウトということになっております。はい、でこちらアダプティブクルーズコントロールも採用されるわけなんですけど、2秒間の停止保持がついております。はい、でパーキングブレーキが足踏み式のものということになっておりまして、シフトも使いやすい感じになっております。でもちろんオートエアコンが採用されておりますし、 DVD や CD のスロットがこの位置に配置されております。ナビもね大画面で結構見やすい感じの印象でした。はい、そして大型の収納が採用されておりまして、下にも USB のね電源が2口採用されておりまして、 12V のね電源も採用されております。でその下にはゴミ箱としても使えるボックスが採用されております。はい、そしてセンターウォークスルーが採用されているということになっております。これによって隣の車と間隔が狭かったり、雨の日、雪の日など車から降りることなく後席に移動したり、スライドドア側から乗り降りできるという構造になっております。はい、そしてシートがこのような感じになっておりまして、シートのフォールド性もなかなかいいなという印象でした。さらに運転席側にはアームレストも採用されているということで、長距離ドライブでもね疲れにくい感じの車になっているなと思います。後部座席の方を見ていきたいと思います。両側電動スライドドアが採用されているようです。はい、これは便利な感じになっております。はい、後席乗り込みまして、後部座席の空間もかなり広々といった感じになっております。はい、僕の、シートポジションに合わせた状態で膝前空間かなりスペースが確保されておりますし、両側にはね専用の、テーブルが、採用されるということになります。はい、この機構がなかなかいいなという感じになっておりまして、ここにこういう感じにねカメラを置いてこっち側に座って車内で撮影したりできるようになるので、この機能はねなかなかいいなと思います。そして窓にはですね両側ロールサンシェードも採用されるということになりますし、リアシートねこのような感じになっております。で両側には独立したアームレストも採用されておりますので、後ろに乗っても快適という感じになっております。そして上にはスリムサーキュレーターが採用されるということで、エアコンの風を効率よく車内に回すことができるという感じになっております。はい、テーブル畳むとねコンビニフックが、採用されております。後ろ側にもね 12V のソケットが採用されるということで、使い勝手もいいなという感じになっております。はい、
そして、ね、乗り降りグリップも、ね、採用されるということで、お年寄りや小さなお子さんでも乗り降りがしやすいという感じになっております。じゃあ最後ラゲッジの方見ていきたいと思います。よいしょ。はい、ラゲッジボディサイズが少し拡大されたということになりまして、シートもね一般に下げた状態で、少しリクライニングの角度をつけた状態でも十分なぐらいのスペースが確保されております。はい、さらに後部座席格納しますと、非常に広大な空間が確保されるということになります。これによって車中泊とかもしやすいという感じになっております。そしてフックもしっかり採用されるということになります。はい、ということで新型ソリオバニットでした。